どうもこんにちは、本田です。今日は正の数と負の数、数の大小と不等号、絶対値、この3つについて学ぼう。一つ目は正の数と負の数について。例えば0より2小さい数はマイナス2。この記号を負の記号といってマイナスと読む。マイナス2のように0より小さい数を負の数という。例えば0より3大きい数はいつも通り3と書いてもいいんだけど、プラス3と書くことができる。この記号を正の記号といってプラスと読む。プラス3のように0より大きい数を正の数という。そして正の整数のことを自然数という。0は正の数でも負の数でもないから自然数にならないことに注意しよう。二つ目は数の大小と不等号について。この直線は数直線といって、数は右に行くほど大きくなり左に行くほど小さくなる。例えばマイナス3とマイナス2はマイナス2の方が大きい。これを不等号という記号を使ってこう表せる。開いている方が大きくなるようにすれば位置は逆になっても OK。 三つ目は絶対値について。絶対値とは数直線上での0からの距離のこと。例えばマイナス2は0から2離れているから絶対値は2。プラス3は0から3離れているから絶対値は3。つまり絶対値を聞かれたら符号を取っちゃえば OK。 マイナス7の絶対値は符号を取って7。プラス12の絶対値は符号を取って12になる。ちなみに0からの距離が3である数は2つあるから、絶対値が3の数はプラス3とマイナス3の2つになる。テストでマイナス3の絶対値はと聞かれたら3と答えて、絶対値が3になる数はと聞かれたらプラス3とマイナス3と答えよう。今日の動画内容をまとめると、0より小さい数は負の数。この記号を負の記号といってマイナスと読む。0より大きい数は正の数。この記号を正の記号といってプラスと読む。正の整数を自然数と言い、0は自然数ではない。数の大小は不等号を使って表し、開いている方が大きくなる。絶対値とは0からの距離のことで、符号を取れば求まる。これを覚えよう。ありがとうございました。今日の作品はどうでしたか？気に入ってくれたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。Twitter は公式ホームページから。次の作品はこちらからご覧になれます。いつも素敵なコメントありがとうございます。